はいどうも、お茶の水屋すべるです。はい、今回もね、早速やっていくんですけど、はい、今回は、沖縄行きたい願望か、願望会だな。ということで、今回はね、はい、久々となります立ち入り禁止区域についてね、ちょっと話していきたいんですけど、はい、ちょっと沖縄ね、やっぱり行きたいじゃないですか、夏ということもあって、はい、そうね。で、僕ね、沖縄好きでよく行くんですけど、毎回行ったらその現地住民と間違われるっていう。まあ確かに顔濃いからね。そうそうそう。まあネイティブ琉球王国人顔面で行ったね。ということかな。はい。で、今回はですね、まあ、沖縄に立ち入り禁止の島があるわけなんですよ。ほうほうほう。で、今回ね、調べてみてめちゃくちゃ行きたくなりました。あそこにね。そう、立ち入り禁止だけど、それぐらいめちゃくちゃ都市伝説がある島だったりするんですよ、ね、気になりますね。ということで、今回は沖縄で一番怖い島についてやっていきたいと思います。はい、行きましょう。沖縄で立ち入り禁止の島といえばパナリ島が有名なんですよね。このパナリ島は別名アラグスク島とも言います。沖縄県の八重山列島の島で、上地島と下地島の小さな2つの島を合わせてこの名前で呼ばれています。離れた2つの島で成り立っていることから、八重山地方の方言で離れという意味であるパナリからパナリ島の呼称でも呼ばれています。このパナリ島は美しい海と自然にあふれた美しい島で、周囲の海はシュノーケリングとダイビングの隠れスポットとして知られているのですが、その一方で神聖で神秘的な雰囲気のある島で、立ち入り禁止場所が多くあること、部外者を拒む被災の存在、過去に実際に起こった事件などによって沖縄で一番怖い場所、部外者を拒む禁断の島などとも呼ばれており、怖い話や都市伝説なども伝わっています。まあ、このパナリ島なんですけど、聞いたことある？いや、初めて聞きましたよ。俺もね、初めて聞いたんですけど、なんかパナリだけ聞いたら、まあ、外国の島みたいな、うん、パラオみたいな ね感じしますよね、うん。で、皆さんもね、知らない方が多いと思うので、まず簡単にパナリ島の歴史を紹介したいと思います。パナリ島の存在が資料上で初めて確認できるのは1477年で、李氏朝鮮の歴史書である李朝実録に、遭難したチェジュ島の住民が与那国島の島民に救助された後にパナリ島を経由して送還されたことが記録されています。当時のパナリ島ではキビやアワ、麦などの穀物が栽培され、米は西表島から手に入れていたということです。家屋は40棟余りあり、住民は男女ともに青い玉の腕輪や足輪を装着していたのだそうです。太平洋戦争勃発前の1938年にはパナリ島から西表島への入植が始まり、これによって大原集落が形成されています。太平洋戦争末期の沖縄戦ではパナリ島の島民は大原集落への疎開が命じられましたが、この時に大勢がマラリアに感染し、当時の人口255人のうち24人が亡くなっています。戦後パナリ島の人口は減少の一途をたどり、1953年に大原中学校下地分校が廃校になり、翌年1954年には大原小学校下地分校が廃校になっています。そしてそのまた翌年1955年になると、パナリ島から西表島や石垣島へと転居するものが相次ぎました。そして1962年に下地島の住人が一人もいなくなったため、1965年10月にパナリ牧場組合により下地島全体が牧場として整備され、牧畜が営まれるようになりました。1975年には西表島からの海底送水が実現するも、過疎化は止まらず、同年3月に上地小学校も廃校となっています。その後1988年3月に海底送電が開始され、パナリ島の24時間給電が実現しています。現在もパナリ島には人が住んでおり、2022年の住民基本台帳によると上地島の人口が11人、下地島の人口が2人となっています。はい、といった超ね、過疎化してる島なんですけど、もうね、この歴史見た通り小学校とか中学校とかないから、
もうそうだよね、みんな近くの島に行くのよ、石垣とかに。これはでも戦争がなかったらきっとまだ住んでたんじゃないかなって僕は思うんですけど、ああ沖縄戦があったからね、 そこで疎開が始まって、ね、自然と離れていってしまっただけだって、うん、今はもう電気も通ってるわけだし、そう、それで言ったらあれよね、古民家とかもありそうだからさ、移住したら暮らせそうな感じはするけど、まあね、なんかね、あの人がもうこの疎開していなくなって戻ってこなかったじゃん、うんうん、はいはいはい、だけどその後に送電してるわけよ、うん、遅いね遅いのよめちゃくちゃ、ね、で今下地島はもう2人、うん、ということなんですけど、うんうん、この2人がもう牧場の管理人なんですよ。あ、なるほど。2人で上地島の人口は11人という、うん、まあ、計13人っていう、ちっちゃい村だねもうね、うん、これ13人みんないなくなっちゃったらもうどうなるんだねこの島。 そんなパナリ島に関する都市伝説を今回は4つほどね紹介したいと思います。パナリ島で最も有名な怖い話が、上地島にある立ち入り禁止場所に入るとシャドーマンと呼ばれる黒い影に遭遇すると言われており、この黒い影に遭遇すると1年以内に死ぬというものです。これは沖縄のシャーマンであるユタであっても命の危険があるほどの強い力なのだそうです。パナリ島の立ち入り禁止場所に立ち入って黒い影に遭遇した者は、その後もシャドーマンと呼ばれる黒い影やドッペルゲンガー、子供の姿をした霊などを見るようになり、最後は心臓麻痺や心筋梗塞などでもがき苦しみながら死ぬのだそうです。またこの怖い話に類似して、パナリ島の立ち入り禁止場所で黒い影に遭遇すると事故に遭って命を落とすというパターンもあり、これは霊的な力の強いものがお経などを読むことで回避できるような話もあるようです。さらにパナリ島には御滝と呼ばれる神聖な場所がいくつかあり、立ち入り禁止場所とされているのはこの御滝のようです。御滝は神聖な場所とされ、土着の信仰で祭祀が行われる場所で、パナリ島だけでなく沖縄本島や周辺の島々にも点在しています。特にパナリ島においては、御滝は神様が通る道だとされ、人間は通ってはいけない禁断の地とされています。部外者が勝手に歩き回ることは許されず、特別な許可を得て入れさせてもらう場合にも必ずガイドの指示に従うよう厳しく決められているとのことです。はい、一つ目なんですけど、このシャドーマン、シャドーマンね、怖いね。めちゃくちゃ都市伝説っぽくていいよね、うん、なんか都市伝説って感じしますよね。これを見るとまあ数日後にまあ、うん、亡くなるっていう、うん、まあデスノート、まあ、ドッペルゲンガーだよね。そうそうそう、よくある都市伝説ですよね。話ですよね。これ僕ね、あの、うん、サマータイム連打ってアニメがあって、あーあるね、これは、はいはい、あの岡山県が題材なんですけど、うん、この都市伝説に関してで言うとめちゃくちゃ似てる、うん、あ、そうなの。その番組っていうかアニメの中でドッペルゲンガー、うん、まあ、黒い影が出てきて、まあ、そう、そいつにまあ本人が殺されちゃうっていう話なんだけど、はいはいはい、まあ、それを解決するんだけどね、まあ、その過程がね、うん、結構似てますね。その御滝に似た神聖な場所とかも出てくるし、が僕はちょっと個人的に作者さんは元ネタ、ね、モチーフにしたのかななんて分かんないですけどね、思いましたね。 100% 元になったでしょパクリじゃあ、パナリ島を含む八重山列島では赤股黒股と呼ばれる二柱の来訪神が信仰されています。赤股黒股は背丈が2メートルから 2.5 メートルもあり、怖い形相の仮面をつけ、植物で作られた蓑のようなものをかぶった姿で現れます。赤い面をかぶっている赤股にはヒゲがあり、男の神様、黒い面をかぶった黒股は女性の神とされています。そしてパナリ島では上地島で旧暦の6月に豊年祭という被災が行われます。この豊年祭は二来家内と呼ばれる異界から訪れた赤股黒股が島の五穀豊穣や大漁をもたらしてくれるという内容のようですが、この祭りは絶対に部外者に立ち入り禁止とされる被災として知られています。パナリ島の被災である豊年祭が行われている期間は、島への立ち入りは島の出身者かそれにかなり近しい関係者のみが許され、そうでない人は島の港についても追い返されるとされています。無理に立ち入ろうとすれば命の危険すらあるとまで言われています。完全に外部をシャットアウトしたお祭りであるため、何が行われているかを部外者は知ることができず、怖い噂や都市伝説のように語られています。ちなみに石垣島などでもこの赤股黒股が来訪するお祭りは毎年行われています。
こちらも撮影や音声録音は絶対に禁止ですが、祭りを見ることは許可されています。はい、この2つ目の赤股黒股というね都市伝説だったんですけど、まあこれは都市伝説というか多分土着に伝わる神話みたいなものですよね。しますね。で、まあどうなんだろう、怖いお面をつけた祭りってまあ海外ではよくあるからね。私日本でも生ハゲは同じような感じなんだけど、うん、そうね、そうね。それがまあいわゆる被災だから、まあその見ちゃいけないみたいな感じなんですけど、まあ石垣島でも同じような祭りをやってて、そこは見ていいみたいな感じなんだけど、うん、撮影とか録音はダメみたいな。 SNS がダメなのかね。ですね。どうなんだろう。これね、新聞記事が載ってるんですよね。これまあ本当の祭りの様子かどうかわかんないんですけど、実際こんな感じです。記載、まあそうね、そのなんだろう、この沖縄民族ってか琉球民族って本土からしたら全く別の国みたいなレベルじゃないですか。二来家内があるから、ね、そう、そのアイヌもそうだし、うんうんうん、でもそれが本来の日本だったりするわけだから、俺らのさ、この先入観があるから、うん、その変に見えるけど、あっちの人から多分普通なんだよ。パナニ島の被災である豊年祭を無断で撮影した記者が島の人々に袋叩きにあってそのまま帰ることができなくなったという怖い話も噂されています。パナニ島では豊年祭を含む祭祀や神聖な場所のカメラでの撮影や音声の録音が絶対に禁止とされており、メモを取ったりお祭りの内容を口外することすらも禁止とされています。このルールを破ってパナニ島の豊年祭を取材するためにやってきたテレビ局のリポーターとカメラマンがチャーター船で上陸しようとした時に、島の男らに取り囲まれて取材道具をすべて海に投げ込まれるという事件があったことも噂されています。他にも都市伝説的な噂として、祭りの秘密を取材しようとしてカメラを持ってパナリ島に入った男が不自然な水難事故で死亡したり、祭りの当日に島民とトラブルを起こしたよそ者がその後行方不明になったといった話も伝わっています。ただしパナリ島の豊年祭が被災とされている理由はただ単純に神事であるためで、観光資源として利用していないからです。神様を祀るために行うものであり、関係のない部外者を入れる理由がないために立ち入り禁止とされているというだけです。また過去に琉球王朝が豊年祭を禁止した歴史があり、パナリ島では禁止令が出た後も秘密裏に豊年祭を続けていたという経緯がありました。その名残として部外者の立ち入りを禁止している面もあるようです。そして実際に事件は起きます。集団暴行で捜査、内儀でも暴力は許せぬ。1968年7月の豊年祭の日に波照間島から訪れて赤股黒股を覗き見た青年がパナリ島の住民に集団暴行を受けた事件が実際に起こっています。当時の八重山毎日新聞の記事によると、暴行を受けた青年がショックで精神障害になったと青年の親族が訴え出て、警察が捜査に乗り出しています。この事件がその後どのように処理されたのかは分かりませんが、実際に起きた事件に尾ひれがつけられて、取材をした記者が水難事故にあっただとか、よそ者が行方不明になっただとかの噂へと膨らんでいった面もあったようです。他にもパナリ島はもう外部からね閉ざされていたので、根も葉もないデマがたくさんあったんですよね。パナリ島で行われている赤股黒股が来訪する豊年祭は、人魚の肉だとして生まれたばかりの赤ん坊を神に捧げているだとか、赤股黒股の姿をした男たちが女性を凌行しているとか、被災を隠れ蓑にして反社会組織の取引の場として利用されているといった島の人々にとっては聞き捨てならないような噂がたくさんあります。以上がねパナリ島であった実際の事件だったんですけど、まあこの青年がその後どうなってて今生きてるかどうかはまあ正直わかんないんですけど、どうなんだろう、怖いよね。興味本位でただただ見に行っただけだったのか、なんかそのトリックみたいな、トリックもなんかね、なんかの会で島行って住民になんかいろいろやられるみたいな、そういった会があったんですよね。
それで言ったらかなり信仰が厚いと言えますよね、うん、ちゃんとそのルールを守ってっていう意味で言ったら、そうだね、うん、やっぱだから他のその石垣島で見られる他の人が入ってもいいものとはなんか違う、うん、ね、特別な、まあ、かなり神聖な感じするよね、うん、やっぱ島の祭りって。パナリ島には人魚神社と呼ばれる部外者は絶対に立ち入り禁止の神社があります。この人魚神社は2010年にフジテレビのバラエティ番組奇跡体験アンビリバボーで特集されたために有名になりました。いや待って、部外者立ち入り禁止なのになんでアンビリバボー入ってんの。そうだね、まあここ結構謎なんで一回置いといて、この人魚神社はジュゴン神社やジュゴン寺とも呼ばれており、ジュゴンの骨を祀っているとも言われています。ちょっと待って、いろいろ突っ込みたいとこいっぱいあるね。寺と神社どっち？そうだね、神仏集合してんのこれ。適当な感じだね。適当だよね、すごい。パナリ島の周辺はかつての南西諸島におけるジュゴンの最大の生息地の一つで、琉球王朝は島民にジュゴンを取ることを許可し、税金としてその一部を干し肉として納めさせていたとする記録も残っているため、島に恵みをもたらすジュゴンを祀るために建立された神社なのだと思われます。人魚神社もパナリ島の立ち入り禁止場所の一つで、鳥居の前には島の住民以外立ち入り禁止および写真撮影禁止と書かれた看板が立てられているようです。人魚神社は地元の人々の間では一生うたきと呼ばれており、かつては男たちはここに参拝してから寮に出ていたとも言われています。部外者は立ち入り禁止とされる人魚神社ですが、言い伝えによると鳥居から入って数十メートルほど進むと白塗りのアーチ型の門があり、この門には真っ赤な月と太陽が描かれているそうです。この門を越えると屋根だけの拝殿があり、そこには黒くなったサンゴが1メートル20センチほどの高さに積まれて塚のようになっているんだそうです。そしてこの塚の頂点にはジュゴンの骨が数本祀られているとのことです。この人魚神社には地元の人でも祭礼など限られた時にしか立ち入ることを許されておらず、鳥居の奥に何があるのかや祭祀の際に中で何が行われているのか決して語ってはいけないとも言われています。そしてこの人魚神社の他にパナリ島にはビタケ神社と呼ばれる神社もあり、この神社も立ち入り禁止とされています。パナリ島と歴史的にも関係の深い西表島にある大原神社は、このビタケ神社に祀られている神様である、ちょっと読み方わかんないんですけど、ビウタケの神を1946年に分位勘定してできた神社です。ただこのビウタケの神がどのような神様なのかは不明です。はい、かなりね最後は謎めいた話ばっかりだったんですけど、まずこの2つの神社ですよね、これが実際に、まあ、島にあるんですけど、それがどういったものかは島民の中でもまあ知らない人もいるってわけですよね、うんうん、全員が入っていいっていうわけじゃないっていう、そうね、限られた人ですから、ね、そうで、このアンビリバボーが実際にどこまで映してるのかわかんないけど、うん、ちょっと見てみたいですよね。そうね、その回はね、スタッフ陣全員亡くなってるレベルなんじゃないねえ、はい、ということで以上立ち入り禁止の島パナリ島についてだったんですけど、まあいろいろね都市伝説がありましたけど、もう興味深い内容がやっぱほとんどでしたよね。そうだね、うん、なんかでも宗教チックな、宗教っていうか土着っていう感じの、うん、土着の信仰あったよね、うんうん、でそういったさ、なんかまだこの科学が及んでない地域みたいな、うん、ちょっと行ってみたい感あるよね。そうだね、でここに今住んでるその11人の人たちっていうのはもうやっぱ代々の人が戻ってきたっていうのかな、感じなのかっていうのもちょっと気になるところではありますよね。かもうそもそも疎開してないか、疎開かしてないかみたいな。で現在ですね、このパナリ島は別に行けるんですよ、うん、ツアーで申し込めば。多分単独で行くことは禁止なんですよね、うん、でこのパナリ島にはまあ宿泊施設はないらしいので、まあ、あくまでも日帰りツアーになるそうです。まあ石垣とかから行ってみたいな感じですよね、うん、でこのパナリ島で有名なのが、まあ、シュノーケリングと、まあ、ジュゴンって言われてるんですけど、このジュゴンはまあ絶滅したと言われてたんですけど、2010年にジュゴンの目撃例があり、さらに2020年にはパナリ島沿岸でジュゴンの神跡が見つかり大きなニュースになりました。いやこれはね、まあいいニュースでしょ。
まあ、ジュゴンは本当絶滅危惧種で、うん、まあ、見ることもできないぐらい ね、 そうだね、幸せの女の動物って言われてるから、そのジュゴンが見れるってなったら結構いいですよね。それでまた栄えそうっちゃ栄えそうだけどね、観光として。ああね、うん、確かに人気になっちゃいそうだ。はい、ということで皆さんもパナリ島に行ってみてはいかがでしょうか。ということで、ね、最後までご視聴ありがとうございました。